野生種というのは、えー、生物学的には大変多様性に富んでいる遺伝子的にも多様性に富んでいるということが、えー、特色であります。えー、まあ乾燥に強いそれから、えー、湿気に強いそれから早く,種、えー、早くなる遅くなるとさまざまな多様性を持っていることによって環境が変動してもあるグループが生き延びて子孫を残していくという。 それに対して人類がまあ自らの活動農業牧畜に都合が良い個体を選び出して作り出しました栽培使用種というのは遺伝子的にも画一性が高いというのが特色でありますそれらは生産性が高いものが選び抜かれています作物も家畜もその 中量あるいは肉の量が多いものが選ばれているということで生産性は非常に高くなりますが環境変動に弱いということがその特色であります。